埼玉県と茨城県の県境にかかる三国橋、茨城県つくば市場横場国道354号は、群馬県高崎市から茨城県鉾田市に至る一般国道である。群馬県沢郡玉村町付近から茨城県万道市付近までを利根川と、ほぼ並走する。群馬県では、中下、西毛地域と東毛地域を連絡する路線として、交通量が多いが、 市街地を経由したり、右左折する箇所が多いこともあり、通勤、帰宅時には混雑する。そのため、バイパスとして、高崎市と大良郡板倉町を結ぶ、東毛広域幹線道路が整備され2014年8月に全線開通し、国道354号となった。翌年完全4車線化が行われ、旧道区間の大部分が、群馬県道142号。 渡た篠塚線に降格となった。茨城県でも境愛区間があり、市街地では通勤、帰宅時には混雑する箇所がある。そのため、バイパスとして、堺岩井バイパスなど、複数のバイパスが計画され、整備が進められている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 政令上の終点は、茨城県鹿島郡太陽村となっているが、合併に伴い、現在は、鉾田市となっている。埼玉県加須市内国道354号急道の一方通行区間。北浦バイパスが開通されるまでの国道354号、唯一の一方通行区間で、2014年3月まで国道に指定されていた。 重複区間の補足重複区間には指定されていないが、2014年4月12日に開通した国道122号のバイパス道路である八重、傘道路と2018年3月26日に開通した同じく国道122号のバイパス道路である縦林名はバイパスが接続されたため、両バイパスの往来に道路線がドライバーにより利用されている。ただし、 重複区間には前述のクリーンセンター前交差点。国は現交差点間が指定されたため、厳密には、両バイパスは、それぞれ単独で存在しているものとされており、直接的な関連はない。道の駅主な橋梁霞ヶ浦大橋の、前県茨城県小賀市大邸付近バイパスの交差する道路については、各記事を参照されたい。バイパスの地理については、各記事を参照されたい。 ありがとうございます。